皆さんおはようございます。 FM 那覇より毎週金曜日朝9時よりお送りしています那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジ、第17回目が始まりました。イエーイ。パーソナリティのかかずゆりと、はい、同じくパーソナリティのれいなです。よろしくお願いします。はい。那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジは沖縄の中心地那覇から日本全国に向けてポップなトピックスをお届けする番組です。トピックスのテーマは流行の音楽はもちろん、食その他文化や流行りのニュースをピックアップして掘り下げていきたいと思います。時にはゲストをお迎えしながら、私かかずゆりとれいなちゃんでお届けしていきますので、那覇ラジ最後まで聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、11月23日、はい、あっという間に11月もね、はい、もう後半に、後半戦ですよ。やってきましたけれども。早いね。そうそう、れいなちゃんこの間さ、はい、あのインスタを見ていたら、はい、れいなちゃんこうすごいドレッシーな格好で、はい、何か表彰式に出ていたよね。そうなんです、実は、うん、11月の頭らへん上旬に、うんうんうん、あの沖縄で技能五輪全国大会と、アビリンピックという大会が沖縄で開催されてたんですけど、うん、それの、表彰式で私アテンドの役があったんですけど、ミスユニバース沖縄大会で4位を取ったので、うんうんうん、その役目としてアテンドしようっていうことになって、この大会でね、はい、実際その大会っていうのはどういった内容なの？はい、そうですね、この技能五輪全国大会っていうのが、うん、23歳以下の、青年技術者の技能レベルを、日本一を競う大会 で、 へ、はい、でこの目的が、この次世代を担うこの技能者、青年技能者に、うん、努力と目標を与えるとともに、大会 の、 この若年層、うんうん、若年者に優れた、うん、技術を身近にちょっと難しいですね、うんうん、なんか身に触れる機会を提供するという大会で、まあ、要はなんかこう何かを作る技術者、若い人向けの、うんうんうん、このオリンピックみたいなもので、でこのアビリンピックっていうのが、うん、障害のある方がこの日頃培った技能をお互いに競うことで、うん、この技能を向上するとともに、企業や一般の社会の方々にもこの障害があってもいろんなことできるんだよという理解を、うんうんうん、意識深めてもらうというものなんですけど、ちょっと難しいんですけど、いやでもそう、若い人たち の、 その技術っていうのをもっともっと向上させていこうっていうような、そうですね、大会ってことよね。はい、で、うん、このまあ簡単に言えばオリンピックとパラリンピックみたいなのが、このスポーツではなくこの技術を競うっていう大会で、そこで の、 表彰式で私が伝道、はい、しました。県知事の玉木さんとか、あといろんなこのお偉いさん方が参列していたので、うん、ね、VIP の方々がたくさんいらしたけど、実際その大会っていうのは、うん、はい、れいなちゃん見てみてどうだった？そうですね、私この日にはもう表彰だけだったので、うん、大会自体は見ることはできなかったんですけど、こうテレビでちょっと拝見したんですけど、うんうんうん、やっぱこのいろんな職種を競い合うっていうのが面白いなっていうのもありましたし、うん、やっぱり若い方もどん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 これから向上していく場の、うん、いい大会だなっていうのありましたね。そう、いいね、素敵な大会でのね、障害を持っている方で も、 もう全、うん、もういつもやってる仕事のものを発揮できてる、うん、できるところってとこで、やっぱなんかなんだろう、個体不満足でも全然頑張ることはできるんだよっていうのが、うん、そうだね、可能性はいくらでもあるからね、
やっぱ感動しましたね。なんかそうだよね、表彰だけでも今泣いている方もいましたし、うん、みんな熱い思い持ってね大会に参加されてるはずなん で、はい、で沖縄の方も表彰されたりしてたので、おーおーすごい、あなんか面白いなと思って、でも今回それが沖縄であったわけだね。そうです、毎年全国でやってるみたいで、たまたま今年は沖縄だったんですけど、なるほど、はい、いやすごいいいタイミングで見ることができたのよかったです。そうだね、でもまたレイナちゃんきっかけで私もその大会の詳細が今分かったので、はい、そうですね、ね、こうやってまたねインスタとかで上げてさ、いろんな人たちにね、はい、知ってもらうきっかけになってもらえれば、はい、いいね、頑張ります。はい、ということでね、はい、ちょっと長くお話ししたんですけど、実は私もですね、はい、ちょっとイベントの告知があって、あ、はい、今日なんだけど、はい、11時から、はい、トークセッションがあって、トークセッションはごめんなさい、私はで参加しないんだけど、はい、イベントがありまして、ちょっと沖縄子ども文化祭2018ということで、場所がですね沖縄キリスト教大学の方でやります、はいはい、で私は何をするかというと、はい、ライブをさせていただきます。すごい。そのまあ、この文化祭の趣旨がですね、はい、うん、子どもたち、はい、全ての子どもたちが夢や希望を持って未来を見つめることのできる社会を目指そうということで、うん、まあ、その趣旨にご賛同いただいた団体企業様皆さんですね、こういうご協力をいただいて、はい、沖縄県内各地の子どもたちがさまざまな形で活躍する文化祭形式となっているんです。ということでね、まあ、今沖縄ってほら子どもの貧困とかもあると思うんだけど、はいはい、そういった社会問題として日々取り上げられている中で、はいはい、子どもたちの希望、未来、うん、可能性を光に当てたイベントとなっていますので、すごいいいですね。そうなの、なんか楽しそうだなと思ってて、はい、そうで私の他にもマサマジックさんとか、はい、あとはピエロさんとか、いろいろ参加されるみたいなので、すごい、うん、楽しいんじゃないかな。イベント自体もすごく、あ、これ無料なの、いい、ね、入場は無料ですか。そうで、私のライブが多分12時から4時の間であると思いますので、はい、ちょっとまだね、この後ですね。そうなの、時間の詳細っていうのは、はい、出てないので、はい、まあ現場行ってそうですね、はい、いろんな遊びをしながらゆりさんの歌を待つというはい、ということでぜひ皆さん入場無料なので、はい、将来の子どもたちに向けてね、いろいろと、一緒にイベントを楽しんでいければなと思います、はい、ぜひ参加してください。はい、さあということで、はい、オープニングトークもちょっといろいろと話していきましたけれども、ね、さあそれではね、音楽も聴いていただきましょうか。はい、じゃあ本日のオープニング曲をレイナちゃんお願いします。はい、ダパンプで USA です。旅行、出張、短期、長期の滞在ならバッグ一つで即入居、ピースのウィークリーマンスリーマンション那覇、石垣、宮古にて全18棟元気に稼働中。詳しくはピース企画で検索。お庭の草刈り、算定を手伝いいたします。ご連絡は豊見城市にある沖縄環境緑化株式会社まで。電話番号は 098-996-3806 098-996-3806 まで。まずは無料見積もりにお伺いいたします。業務拡大のため正社員も募集中。この番組は沖縄製粉株式会社、株式会社ピース企画、沖縄環境緑化株式会社の提供でお送りいたします。那覇ラジ、本日のトークテーマはダンスです。おー、ダンスいいね。さあまずはですね、ちょっとある記事を紹介したいと思います。はい、ダパンプ一佐氏、沖縄市の観光大使に就任。おー、11月24日の沖縄国際カーニバルで就任式。こちらですね、観光経済新聞からお届けいたします。はい、 USA が大ブレイク中のダパンプの一佐が沖縄市の観光大使、チャンプル沖縄市市大使に就任いたしました。はい、明日11月24日土曜日に開催される沖縄国際カーニバルにて就任式を行います。沖縄市は平成24年度より観光大使事業をスタート、はい、これまでにガレッジセールや一国堂、
モデルの岸本セシルなど市にゆかりのある方が任命されており、今回のダパンプ ISSA で11人目の任命となるそうです。11人もいらっしゃったんですね。そうね、すごい。ISSAは今年10月に同種のナイトメイヤーにも就任しており、うん、今回のチャンプルー大使就任に伴い沖縄市の顔としてさまざまな形で本市を PR していくそうです。はい、ISSAは24日のチャンプルー大使就任式の後に市内のメインストリートを練り歩くパレードにも参加いたします。就任式が行われる沖縄国際カーニバルでは、USA ダンスコンテストと題したダンスコンテストイベントも開催され、いいですね、うん、11月18日日曜日の予選を勝ち抜いてきたチームが11月24日土曜日の決勝大会に出場。決勝大会の審査員にはダパンプ ISSA のほか元メンバーのゆきなりも参加いたします。注目度の高い大会となることが予想されているそうです。明日じゃないですか、24日。そうだね、うん、すごいすごいね。でもISSAさん本当に今ノリに乗っていて乗ってますね。まあ、以前もこの番組でね、うん、ナイトメイヤーにも就任したよね、はい、っていうことをご紹介しましたけれども、すごい。続いては沖縄観光大使に就任。あ、沖縄市の、そうね、沖縄市の観光大使に就任ということで、いやー、かっこいいな。沖縄市の皆さんもやっぱ嬉しいでしょうね。嬉しいですね、こうやってみんなが活躍していく様子を見るとね。まあ、ダンスが明日コンテストがあるということなんですけど、決勝大会がどうなの、レイナちゃんはダンスとかはダンスはなんか顔に似合わず踊れないです。めっちゃ踊れそうだけどね。めっちゃ踊れそうって言われるんですけど、うん、なんか音楽が乗ることはできるんですけど、うん、なんかかっこいいシュッシュッシュみたいな、なんかシュッシュッシュなんか手を回して、うん、イエみたいな、ヨーみたいな、ヨーヨーみたいなそうそうそう、ヒップホップみたいな、そう、あれはできないです。できない、なんか柔らかくないって言われます。なんか硬いんだ、そう、動きがそうそうロボットみたいになるで、そうそうできないですね。あ、じゃあ過去にそのダンスを習った経験とかとはないの？ないですね。もう遊びでムーンウォークしてたぐらいです。あ、ムーンウォークできたらすごいけどそうできましたね。今できるかわかんないですけど。ゆりさんどうですか？私はダンスがすごく苦手で、あ、そうなんですか。昔、通っていたスクールが、うん、はい、まあ、基本的にはボイトレとギターとダンスの3つを習いなさいっていうことだったんだけど、すごい、私はあまりにもダンスが苦手すぎて1人だけ帰ってましたダンスの時間だけですか？そう、レッスンを逃げてたっていうので、すごい有名だったんだけど、かかず入りはダンスを受けないっていうことでね。まあでもいいじゃないですか、私はダンスしませんみたいな。そう、あの時はちょっとトゲトゲしくてまだ17とかだったんで、すごいちょっとなんかこう反抗期もあったし、あんまり人と会話もしないっていうタイプだったんで、もう無言で何も言わずに帰る感じだったんだけど、もうそれぐらいだからダンスが苦手で、はい、うん、ただある日をきっかけに、うん、やることになったのね。それが夏休みのカリキュラムっていうのがあって、はい、で要はグループで発表しなきゃいけないのよ、はい、その夏休み1ヶ月みっちりやって、はい、で発表会の時に発表してください、はい、っていうのがあるんだけど、そうなってくると、うん、やっぱり個人の問題じゃないんだよね、グループのほら一つとして作っていかなきゃいけないわけだから、そう、集団行動みたいな、そう、だから変にそういうところ責任感がちゃんと一応あったのね、一応人に迷惑かけちゃいけないっていうのはあったんで、もういやいやながら参加するしかないよね。もう名前が書かれてたんで、はいはいはい、やられたと思ったけど、はい、何踊ったんですか？何踊ったかな、覚えてないなんかスマップの曲とかも踊ってた気がするんだけど、そうなんだ。もうなんかね、もうとにかく、はい、辛かったんだよね。辛かった当時は。でも途中から、はい、このやっぱちょっとずつほら形になってくると、はい、楽しくなってきて、うん、
最初はもう嫌、鏡で自分の姿を見るのも嫌踊ってる姿なんてなおさら嫌だったんだけど、こうやっぱりほら仲間がすごい丁寧に教えてくれて、うん、はい、でやっぱこう団体で踊った時にこう、うん、動きがこうピタッて一緒になった瞬間から、うん、あー楽しい、うーん、ダンスって面白いと思って、はい、そっからちょっと一時期あのレッスン、まあでも本当にその夏休みのカリキュラムとかそういったものだったんだけど、はいはい、やってたことはあったね。ただじゃあそれがじゃあダンスにのめり込めたかっていうと、やっぱりあの発表会で映像を見たのよ、はい、その実際の映像を見たら、うん、もう一人だけ、うん、私手がすごい長いんだけど、はい、なんかタコみたいな、そうなんです、動きしててなんかグニャグニャしてたの、なんかみんなキレッキレなのに、はい、私だけすごいなんかタコみたいにウニャウニャしてたからあれを見て、あやっぱりセンスがないんだと思ってからは結局やってない。なんか見てみたいですね、ブニャブニャしてるのいやほんとひどかったよよくみんななんかこう諦めずに私をこう引っ張ってくれてたなって、はい、皆さんのおかげで、そうなの本当に。でもねやっぱダンスは楽しいよ、うん、やっぱ楽しいですよね、うん、あの踊れなかったけど、うん、でもやっぱり実際こう音楽聴きながら体を動かすのも好きだし、はい、でかっこよく踊ってる人たちとか、はい、逆にできないからこそ、うん、踊れる人を尊敬するよね、うん、確かにかっこいいよね、かっこいいですよね、あの安室奈美恵さんとか、わかる、もうヒールであんな動く、ね、みたいな、わかるよ、もう毎日見てるもん DVD 毎日ですか、毎日見てる私もう毎日見てる、もうそうなの、でもダンスでも最近学校でもなんか授業で取り上げられてますよね、うん、あそっか、はい、私が中学校の時からもう科目入ってましたもん体育で、はい、まあでも思春期の時期やからね、はい、踊りたくないっていう子もいるかもしれないけど、はい、私そうでしたね、何これってだったんですけど、うん、もう身を見まねてなんかもうそれこそこの授業でグループになって披露しようっていうので、うん、難しいですね、難しいよね、うん、でもなんかさ本当にだから私みたいにそれをきっかけにやっぱダンスの楽しさを知るっていうこともあると思うから、うん、そうですね、そう自分もなんか子供とかにはダンスを教えたいな、あ確かになんか表現力もつくし、うん、めっちゃいいと思いますそれ、ね、うにゃうにゃじゃなければいいですね息子今ちょっとディスったでしょ、 ちょっといやいや遺伝子がうにゃうにゃ遺伝子なかったな、そうね、いや息子はちゃんと踊れると思う多分運動神経いいと思ってます、そうね、まあまだほら2歳やからさ今からこうほらレッスン通わせればうにゃうにゃダンスは大丈夫かなはい頑張りますはい、はい、ということで、はい、ダンスで盛り上がっていきましたけれども、はい、はい、ということで皆さんねぜひ明日の11月24日、うん、そうですね、うん、就任式、沖縄市の観光大使の就任式にも参加されてね、いっささんも来られると思うので、そうダンスコンテストも、はい、ぜひ皆さん参加してみてください、はいはい、さあということでそろそろ終わりの時間がやってまいりました。早いですね、あっという間だね本当にね、はいうん、ということでね、はい、来週もポップで気になるトピックスをお届けしたいと思います、はい、またね皆さんたくさんの方が聞いていただけることを期待しています、はいうん、はい、そして感想やリクエストもお待ちしております、宛先は info@naharadi.com info@naharadi.com よりメールもしくはツイッターでハッシュタグをつけてひらがなでなはらじにてお待ちしておりますのでぜひお送りください、はい、本日はなはラジオフライデー略してなはらじお聞きいただきありがとうございました。パーソナリティのかかずゆりとレイナがお送りさせていただきました。なはらじエンディングはこの曲でお別れしたいと思います。ゆかので 100% ハンバーグ。それではまた来週お会いしましょう。またねI'm not afraid to die.
番組は沖縄製粉株式会社、株式会社ピース企画、沖縄環境緑化株式会社の提供でお送りいたしました。